宇多田ヒカルさんでネイバーブレイク。そう、ね、私は普段感じることとリンクして感じて届けたいなと思います。さてさて、今日のメールテーマは思い出のマリコンということでたくさんメッセージいただいています。神戸のまさちゃん、初日のデビュー当時のエピソード、パンツ事件、この時点で一気にマリコンの距離が近くなったエピソードです。ヤコブのマサちゃんとは、私は舞台で大阪にお邪魔した時にね、奥様と一緒に遊びに来てくださって、今でも覚えてますよ。来てくれて、パン来てくれて、本当にありがとうございました。そして、ヤコブのアナさんも、今も来てくれましたけれども、日本半の私で感じて、パーソナリティのお仕事、素晴らしい、パンのお仕事に関してくれたと思います。今後も応援してください。今日のラスランは大いに噛んで大いに泣いてください。感心してますよ。はい、ということで勝田部の新さん、安川ゆうたろさんもイベントに来てくれてね、大阪の人に目を離せないステージも楽しかったので、ありがとうございました。いや、私がね、日本舞踊を習っているということで誕生日プレゼントで演奏くださって、ありがとうね、楽しみにしております。そしてこの方は、ゆうさんのゆうさんさんのために説明をさせていただいて、本当に私ありがとうございました。あ、そこそこ、当日5分くらいは通じてもらったということで、何でする見えなかったの。階段のところで、パパをずっと見てくれたのは、江戸川の鶴岡さんだったの。ありがとうございます。マリちゃんが制作したマリン制作、素晴らしい、ポリエステル 100%、 洗濯して早く乾くところが見えた。なるほどね。そうかそうかそうか、そういうことか。ありがとうございます。買ってくださったんですね。私にとって大切に捨てないでね。そして、ひでかがおさんも2年で良かったよということで、